turn to stay on Mears Court. Make a look. さあ、行くぞ。おやすみなさい。昨日引っ越してきて寝て、で次の日の朝です。おはようございます。やっとね、キッチンが使えて水を沸かせるんで、持ってきたお吸い物とか味噌汁とかこれから飲んでいけるのがすごい嬉しいですね。あとベッドにちゃんと枕があるっていうのがありがてえ。ごちそうさまです。で、昨日自分の部屋の中の様子を見せたんですけど、いい感じのところを見つけれたと思います。大学まではチャリで30分くらいなんで、それがちょっとネックになるかもしれないんですけど、迷ってた家、4日目に見に行った家はチャリで10分くらいなんで、そっちの方が近かったんですよね。で、決め手はなんといってもね、値段です。気になるこちらのシェアハウスのお値段、なんと月々1100ドルです。いや、これはめちゃくちゃ安いです。日本円にしてだいたい月16万とかですね。なので半年で90万円くらいですね。もう一個の方の家は月1300ドルで、月の最初と最後に400ドルずつデポジットがあるんで、まあ実質1400ドルちょい、その300ドルくらいね、差があるんですよね、こっちと。で、300ドルともなるともう 4,5 万差が出てくるんで、月々で、まあ少なく見積もっても6ヶ月で25万くらいは変わってくるんで、安い方を選びました。初めて日曜日自炊してご飯食べてたら急に停電になって、今これを明かりにしてます。おもろすぎるでしょ。ご飯乗せるつもりなかったんですけど、こんな感じで軽くソーセージとか葉っぱ買ってきて、パスタちょっと軽く炒めて、醤油で軽く味付けして食べたって感じです。久々のなんか慣れ親しんだ味でした。これなんか周り近隣住民みんな停電してるらしいんで、マジこれがなかったらすごい真っ暗ですね。今ちょうど夜なんで、あと停電ってことは Wi-Fi も繋がらなくなるんで、もう火を見つめてる以外やることが今ないです。このブレーカー落ちたとかじゃなくて、ちゃんと停電になったのは俺人生初かもしれんな。多分これヒートウェーブで、みんな冷房を使って電力不足の警告は3日前くらいに出てたんですけど、それの影響ですかね。しばらくこのキャンドルで待ちたいと思います。
電気が戻った。はい、やっと1時間ぐらいの停電を経て電気が戻りました。あと Wi-Fi も切れたんで何もできなくて、お庭で家主のおばちゃんと喋ってました。音楽は何が好きって聞かれて、エド・シーランが好きだよって言ったら、あ、ミートゥーって言われて、でエド・シーラン流して大合唱してました。Shape of You と Perfect とか、まだ彼女らは歌ってますね。で、今日お店で買ってきたこれをちょっと食べたいと思います。気になったんで、味がチリチーズだって。うん、あんまりチーズって書いてるけど、あんまりチーズ感がないですね。でも美味しい。そう、ちょうど夜ご飯食べ始めて半分くらいのところでバッて電気が消えたんで、暗闇の中食べて皿洗いして残り30分くらいをお庭で喋りながら歌ってたって感じです。なかなかできない経験ですね、これは。初日からここまでネタがありすぎて面白いですね、留学生活。まあ明日から多分本格的に研究が始まるんで、新しい環境を楽しんでいきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録お願いします。